金沢競馬第7競走です7レース馬娘ける金沢競馬今年もコラボ記念 B2 の3組特別編成距離は1 4 0 0ル。6番のピエナパプリカ出走取り消しまして出走8等と変わっています枠入り順調です8枠の1等9番青いフェリーチェ堀場機種引かれてゲートに入ります今枠入りが終わりました係員が 離れましたスタートしました8枠両と少し飛び出し良くなかったか8番、浦川ノート9番、青いフェリーチェ浦川ノートは後方からうスタート、好ダッシュ1番、佐野丸これに4番のアロマフォルテがついていく2頭並んで後ろを離して先行します1コーナーカーブ3番、ルビースター3番手外には2番の JK ミリミリそれから7番、カフェリリー3番手集団広がって後ろを離していきました線を通過後方ばらけて5番のアレレブルー あとは8番、浦川ノート9番の青井フェリーチェ先端固まりました2コーナーから向こう上面先頭は1番の佐野丸リードは4分の32番手、4番アロマフォルテさらに一馬シーン2番の JK ミリミリ3番手後ろは3番、ルビースター外押っつけながら7番のカフェリリーあとは後ろ離れていきました5番のアレレブルー接近8番、浦川ノート1頭大きく遅れて9番の青井フェリーチ最高峰 前もばらけて3コーナー1番、佐野丸先頭リード2馬、2バシンニバシン半広げていく2番手は4番のアロマホルテ3番手も離れて2番の JK ミリミリ,内,ミリ,ミリ内から3番ルビースター4コーナーあとは7番のカフェリリー後方には浦川ノートアレデブル4コーナーから直線200を切りました先頭は1番の佐野丸 振り切ったリード3馬身ぐらい2番手は4番アロマフォルテ3番手以下後方から5番のアレレブルー追い込んで3番手2番手に迫ってくる先頭は1番の佐野丸5人2番手は4番のアロマフォルテ最後迫った5番のアレレブルー3番手後ろは8番浦川ノート3番のルビースター4番手争いで並んでの入選です勝ったのは1番の佐野丸 3コーナーあたりで徐々に後続を振り切って直線の入り口ではもうセーフティーリード最後は突き放しての勝利1番、佐野丸勝ちました安城は中島達也騎手2番手は4番のアロマフォルテそして3番手は後方から足を伸ばした5番のアレレブル2番手4番アロマフォルテ3番手5番のアレレブルその後ろの圏内に8番の浦川ノート 3番ルビースター続いています第7競争「ウマ娘×金沢競馬」今年もコラボ記念1番佐野丸が勝ちました確定までお待ちください